超電バス株式会社は、長野県長野市、須坂市、中野市、飯山市、山内町、飯綱町などに路線を持つ長、電グループのバス会社である。1941年以来長野電鉄、直営であったバス事業を、1987年から1995年にかけて、超電バス、新州バス、品の交通、超電整備の4社に分離した後、 2006年に、これらを統合した会社である。2020年には、同グループの飯山観光ハイヤーを合併したことで、ハイヤー事業も営んでいる。池袋、新宿線はアルピコ交通東京、アルピコ交通、京王バスと共同運行。運行区間路線ズドリーム、四賀号の運用についていた、夜行高速バス車両京都、大阪、USJ。 神戸線湯田中営業所で待機中の南海バスの車両南海バスと共同運行。新潟線新潟交通と共同運行。廃止路線長野富山線富山地鉄北斗バスと共同運行。各社一便ずつの運行。近藤長野駅前須坂お伏せ中野黒部。ウオズナメ川総来は富山駅前長野駅のほか、2015年3月14日に、 延伸開業した北陸新幹線の飯山駅から周辺観光地への二次交通として以下の急行バスを運行している。当期に新幹線の駅とスキー場を結ぶ路線がメインとなっている。野沢、飯山駅、マダラオ周遊バス、北新地域を訪れる外国人、スキー客は一週間以上滞在するケースが多く、 複数のスキー場で滑りたいという要望があることから、各宿泊施設が送迎する例も出てくるようになった。こうした状況を受けて、スキー場の若手スタッフから、周遊バスを運行したらどうかと発案があり、野沢温泉、狩温泉、マダラオ高原の3つのスキー場を結ぶ、野沢、狩、マダラオ周遊バスとして2010年から2011年のスキーシーズンから運行が開始された。 その後、北陸新幹線延伸開業後の2015年の2016年のシーズンより途中の経営地が戸狩温泉スキー場から飯山駅に変更され、野沢飯山駅マダラオ州遊バスとして運行されるようになった。また、従来は前日までに乗車停留場のあるスキー場への事前予約が必要であったが、同シーズンより不要となった。なお、 かつて経由していた3カ所のスキー場の頭文字を取って、ノートマバスと表記される場合もある。当機のみの運行で、野沢温泉中央ターミナル野沢温泉第一、駐車場間のみの利用はできない。廃止路線長野営業所長野管内東、長野病院線グルリン号本社営業所。主に以下の長野市内の路線を管轄するほか、 アルピコ交通長野市社と共同で市街地循環グルリン号の運行を単独で東北グルリン号の運行を長野市から受託している。すべての路線で IC カードクルルが利用可能。かつては共同運行の大津島星名温泉線を除いて系統番号が1から順に不規則に割り当てられていたが2020年に川中島バスと同様に 長野駅乗り場の番号を先頭とする方式に変更された。長野駅を経由しない便は100番台となっている。廃止路線長野営業所須坂管内や大須坂線の快速便須坂市、上高井郡高山村内の路線を管轄するほか、須坂市民バスの運行を須坂市から受託している。特に事務所は持たず、車両は長野営業所に置かれている。 クルルはサービス開始当初は利用できなかったが、2018年までにすべての路線で利用可能になった。須坂市民バス元瀬ニ線、米子線、明徳団地線、宗野島線として、長電バスが須坂市内で運行していた路線を再編し、2009年10月1日から須坂市民バスとして実証運行を開始した。 湯田中営業所中野館内すが、角間線を主に中野市内の路線を管轄する。廃止路線湯田中営業所湯田中、滋賀高原館内湯田中営業所下高井郡山内町内の路線を管轄する。滋賀高原内の観光輸送を担っており、スキーシーズン中には一部の時間帯、区間においてスキーシャトルバスとして無料で乗車することができる。かつては、 市が高原スキー状況通リフト券を所持し、車載機にタッチした場合のみ無料だった。スキーシャトルバスとしての区間は以下のようになっている。飯山営業所管内飯山営業所旧、新州バス本社営業所。主に飯山市、下高井郡木島平村、同郡野沢温泉村内の路線を管轄する。事務所は木島駅跡に置かれ、車両の行き先表示では、 木島と表記される。名の花バス町電バスとしての路線の他に、飯山市のコミュニティバスである、名の花バスの運行を受託している。名の花タクシーへの変更以前の上野線と、深沢線を含め、全路線の全区間が自由乗降区間となっている。また、全路線とも、土曜、休日と12月29日から1月3日の間は、運休する。名の花タクシー、 飯山市の予約型乗り合いタクシーである、名の花タクシーのうち、富倉大山線、小坂井線、深沢永田線の運行を住宅している。乗車には、事前の電話予約が必要となっている。廃止路線飯綱営業所管内旧、品野交通本社営業所、上見野地群飯綱町内の路線を管轄する。口術の品野町市所管内と合わせて2000年代に、 多くの路線が各町の新公共交通システムに再編された。ただし、新公共交通システムとしての運行開始後も、引き続き、超電バスが主体となって運行を受け負っている。営業所内の待合室に、イーズナチョアイバスの予約センターが併設されている。また、温かいお茶のサービスが受けられる。一部の車両の行き先表示では、群れ営業所、群れなどと表記される。 飯綱町アイバス元、高岡、飯綱線、溝口線、奈良本線として、町電バスが飯綱町内で運行していた路線を再編し、2007年10月1日から飯綱町の新公共交通システム、アイバスとして運行を開始した。運行は町電バスと飯綱ハイヤーが受託し、朝夕は定時定路線バスを、日中はデマンドワゴンをそれぞれ運行する。 定時定路線バスは誰でも利用できるが、デマンドワゴンは利用登録した飯綱町民しか利用できない。以下は定時定路線のうち、町電バスが運行を受託している路線である。全路線とも、土曜、休日と12月31日から1月3日の間は運休する。クルルはサービス開始当初は利用できなかったが、2019年までに全ての路線で、 利用可能になった。廃止路線飯綱営業所品野町市所管内、上見野地群品野町内の路線を管轄する。飯綱町と同様にほとんどの路線が新公共、交通システムに再編され、町電バスとしての路線は2条にまたがる、国道線と観光客向けの周遊バスが残るのみである。品野町新交通バス元国道線、黒姫高原線、荒瀬原線、 板橋線として、頂電バスが運行していた路線、古見線として、川中島バスが運行していた路線、並びに品野町コミュニティバス、触れ合い号を再編し、2012年4月1日から、品野町新交通バスとして運行を開始した。朝夕は頂電バスが定時定路線を自宅運行し、日中は頂電バス、野尻湖、タクシー、鳥居川観光タクシーが、 デマンドタクシー、ふれあいコスモス号を運行する。定時定路線バスは誰でも利用できるが、ふれあいコスモス号は利用登録した、品野町民しか利用できない。川中島バスから引き継いだ市古見、菅川線は、妙高高原駅熊坂の一区間のみ、新潟県妙高市に乗り入れている。超電バスの車両が、定期的に、新潟県内に乗り入れるのは、高速バスを除くと、 長沢線の廃止以来のことである。全路線とも、土曜、休日と12月29日から1月3日の間は、運休する。日野自動車、三菱不走トラックバス製の車両を中心に導入されている。カラーリングは、長野電鉄の電車と同じクリーム色に、赤の組み合わせを採用するが、貸切車は1998年の長野オリンピック。 前後から銀色ベースに変更されている。また、一般路線向けにディーゼルエンジンとモーターのハイブリッドシステムを搭載したノンステップバスは保有している。主に東長野病院線、山西線、浅川西条線、平林、柳原線、滋賀高原線で運用されている。1976年設立の 飯山観光ハイヤー株式会社を2020年7月1日に合併したもので、引き続き飯山観光ハイヤーの名称で運行している。飯山営業所を拠点に奥品の交通圏において営業している。また、飯山市、乗り合いタクシーと三倉大戦線深沢長田線の運行を住宅している。なお、長、電、グループ内には超電タクシー株式会社も、 存在するが、こちらは、長野電鉄長野線沿円線で営業している。全独領を所有する。超電バスの回数券を支払いに利用できる。その他、ペイペイなどが利用可能。ありがとうございます。